さて、行きますか。はい、こんにちは、こんにちは、ジャンゴです。今回はドラゴンクエストビルダーズ、アルフガルド復活へを、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。終章ラダトーム編続きからですね。はい、で、前回までで、三賢者をね、お城に連れてきた後に、まあ、いくつかあったミッションをこなしていこうということで、まずはね、勇者の装備を整えたよと、いうことで、まあ、剣と盾と鎧と、一式揃えたわけなんですが、残り二つ、まあ、クエストというかミッションありまして、一つがエルさんの教会を作ってくださいと、あともう一つがオーレンさんの、姫の寝室作ってくださいということですね。なので、ちょっと待って、もう一回聞こう。今なんか細かい注文がよく見たらあった。どうです、ジャンゴ殿、姫の寝室作りは順調でしょうか。寝室には美しい花飾りに、壁食材と貴族の椅子を一つずつ、そして女の壁掛けと姫にふさわしい王女のベッドをお願いします。花飾りはあたりの美しい花を草花スコップで掘って持ってきてくださいねと。ではジャンゴ殿、伝説の大工の名に恥じない寝室作りを頼みますと。いうことで、まずはあれか、草花スコップで花をね、ちょっとまあ、この辺ね、回収しておきましょうか。はい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 、まあまあまあ、ちょっとね、いくつか花集めておきまして、で、寝室の場所なんだけど、あ、ちょっと待って、なんかこれ粘土みたいのが落ちてるから拾っとくか。で、寝室の場所なんだけど、一応ね、なんかこの辺に作ってくださいって言われたんだけど、まあ、すでにね、ちょっとベッドホテルになっちゃってるので、寝室、姫の寝室2階に作ろうかなと、思うんですが、まあ、この真上あたりに作っておこうか。そうだね。じゃあ、ちょっと待って。あ、しまった。壁のね、壁がどこまでだ？ちょっと待って。ちょっと寝室をこの真上に作りたいんだけど、はみ出しちゃうと2階のところで敵が湧いちゃうと思うので、壁がね、あ、ここまでか。OK。じゃあ、ここに建てましょう。姫の寝室。で、教会も2階の、この真上のところ、中心に教会作っちゃおうかな、みたいなのをちょっと思っていて、ちょっと何に使うかは未定だけど、反対側も同じように、壁のところまでで、ちょっと床だけ作っときますか。ちょっと待った、壁こっちのが低いな。まあ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 、オッケー、ここまでね。そして、次は教会は、こっち側にね、建てたいかなということで、おっと、広げていきましょう。ちょ、床足りなくなるな。まあいいや、一旦あと6個しかないから、こっちにも、3つずつ置いときますか。
はい、とりあえずこれでよし。で、姫の寝室を、狭いか、でもここだと。もうちょっとスペース欲しいな。ちょっと待って、床作ろう、もうちょっと。あ、そう。王女のベッド、まずはこれを作りましょうか。っていうか、これがめちゃくちゃでかい可能性とかもあるから、一回置いてみよう。はい、王女のベッドゲット。さらに、貴族の椅子も使うって言ってた気がするので、貴族の椅子も作りましょう。あ、布がギリギリだったね。そして、女の壁掛け。これもなんか書いてあった気がするので、作っておきますか。あとは、必要最低限で言うとここまででいいのかな。壁食材って言ってたけど、壁食材はあるよな。まあ一応作っとくか。素材があったから。OK。で、ついでにちょっと教会用の、こっちかな。あ、こっちじゃない。女王の、おっと、ベッドのついでに、どこで作るんだい？エルさんの。教会の建設順調に進んでいらっしゃいますか？このような時にこのようなお願いをして心苦しい気もしますが、人探しや武器や防具を作るより、あなたにはこの方が合っている気もします。ジャンゴ様、素材や家具を集め、設計図通りの、あ、そっか。教会に関しては設計図通りに作らなきゃいけないんだったね。なるほど。ただこれか。女神像ですね。あ、石材と聖水でできるんだ。これいっぱい作ろうと思えばいっぱい作れるじゃん。飾りにもするか。まあ、とりあえず、10個ぐらい作っとくか。素材がなんか思ったより、いっぱいあったから。女神像10個作った。この床もちょっと、欲しいかな。この青い床ちょっと作っておきますか。っていうか、もしかしたら設計図見たら教会で使うかもしんないから、線量なくなっちゃうな。とりあえずこのぐらい作っておくか。はい、オッケー。ああ、ちょっとムツヘタさんに間違えて話しかけちゃった。スワイプしようとしただけなんだけどね。どうやらあの希望の旗というもの、には頭の中もスッキリさせる作用があるようじゃの。なんだか今までぼんやりしていたこともはっきりとわかるようになってきた気がする。わしはまだまだ、若い気でおったが、こんなにも追いさらばえた老人であったとは。ジャンゴよ、世の中には知らない方が良いこともあるのじゃろう。頭にかかった闇が晴れたとはいえ、嬉しいことばかりではないようじゃ。なるほど。では、あ、っていうか床をだからさ、ちょっと待って、床を作ろうとしたのに脱線してベッド作り始めちゃったよっていうね。床はこっちじゃないな、こっちか。これですかね、城の、あ、床っていうか、まあ壁か。城の壁ちょっと作りましょう。まあ壁を床にしちゃってたんだけど、まあこの辺はね、どっちを使っても別にいいかなと思ってるね。まあ、隣の城の壁地も、まあ、こっちが本来床なんだろうけど、でも統一感ある方が良くないっていうね。ちょっともうちょっと作ろっか。はい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 。そうしたら、ベッドの大きさ確認しましょうか。部屋をね、どのぐらいの広さにするかについても、それによって変わるからね。まずはベッド置いてみましょう。あー、そうね。まあ、そんなに大きくも小さくもないぐらいの感じなのかな。これだったら、まあどうしようかな。でも階段上がってきて、まあこの辺は廊下でよくて、この辺に扉作ろうかなと思っているので、
ね、まあそれで言うと、ちょ、一回これは回収、あっちょっとこれは一旦回収して、そうだね、だからこの辺まで廊下にして、入り口を、あー、どこにしようかな、ここ入り口にしよう。そしたらもうちょっと広くないとダメだよね。そうだよね、これ外壁が入るからちょっと狭いもんな、姫の寝室。もうちょっと欲しいね、やっぱり。あー、でも細長くなっちゃうかな、これだと。どうだろう、ちょっと狭い気もするね。いや、狭いな。ちょっと待って、向きこっちのがいいか。狭くない？大丈夫かな、これで。姫の寝室、これは。ちょっと狭い気もするけど、まあ、こっち側にね、あの花飾りとか貴族の椅子とか置いてくれって言ってたもの置けなくはないよな。まあ、例えば、ちょ、一旦寝ますか。みんな寝始めるから。まあ、姫様もね、そこで寝なくなっちゃうかもしんないけど、今のうちに寝ときましょう。せっかくだから他の二人が来るまで待つか。エルさんが来る。アメルダさんも、来ましたね。オッケー。教会を作ってくださいって言ってますね。よし、じゃあ続きをやりますか。ちょっとお腹空いたままだけど、食料よりね、寝て回復して十分だから、このままやっちゃいましょう。ね、そしたら花飾り、あれ、ちょっと待って、花飾りって言ってたけど、あれって、ただの花じゃないのかな？なんか作れるのか？ちょっと待てよ。確認しますか。何か作れるわけでは、ないかな？まさかあれだよな、食堂じゃないよな、食堂じゃないよな。ちょっとなんか食べるか。焼ききのこ食べておきましょう。よし、じゃあ、ここに、そうだね、まずは女の壁掛けと、壁食材を置きましょうか。貴族の椅子もいるって言ってたかな。貴族の椅子と、貴族の椅子と、女の壁掛け、これですね。あと壁食材か。一旦置こうか。まずは貴族の椅子。狭いか。そして女の壁掛けはドアの脇に置こうか。で、あと食材ですね。壁食材。壁食材は、これかな、壁食材。
ちょっとついでに超激突マシン出しとこう。壁食材ここに、あ、座っちゃった。ちょっと待って、タップできない。壁食材ここにつけましょう。あ、オッケー、空き部屋が完成。あと花か。でも花ってさ、直で置いていいの？違う気がするんだけど、ちょっと一旦置いてみますか。あ、できた。お姫様の寝室を初めて作った。花直置きでいいんだ。なんかちょっと違くないっていう気もするけどね。あー、お、まあでも来てくれましたね。おー、これは、おー、姫の寝室が完成したのですね。うんうん、これなら姫もお喜びでしょう。さすがは伝説の大工、元い伝説のビルダージャンゴ殿ですね。それはそうと、ジャンゴ殿、やはりあなたは随分変わった人ですね。噂はいろいろ聞きました。いくら魔物と戦っても強くならないとか、幽霊が見えるとか、魔物と話せるとか、愛想がないとか、体が冷たいとか、筋肉がないとか。でも僕がいつも驚くのは、夜眠っている僕に声をかけてくる時です。兵士眠らないよな。人が眠っているのに話しかけてくるその無神経さもさることながら、何言ってんだこいつ。あなたに声をかけられるとどうしても体が反応して飛び起きてしまう。ジャンゴ殿、あなたは本当に普通の人間なのですか？何言ってんだこいつ。ちょっとなんかが間違えてるね、誰かと。おう、おうおう。まさか、まさかまさか、僕にだけ見えているなんてことはないですよね。ひー、とにかく、姫の寝室をありがとうございました。なるほど。そうね。なんか直置き、花直置き微妙な気がするんだけど。まあ、これで満足してくれたんだったら、いっか。そうだね。なんかこういう展示台とかの上に花置きたい気はするけどね。あ、座っちゃうな。どうしても座ってしまう。そうそうそう。これでさ、置けないのかな。あれ、ダメか。ちょっと待って、違うね。あ、展示するか。飾る。あ、オッケーオッケー。あ、でもなんか違うな。そういう感じなのか。そしたら、なんか姫の寝室に飾れるものないかな。ダンベルではないね。あ、フロークか、バスタブ。ちょっと寝室、飾りはちょっと一旦置いといて、いや、しかし狭いな。ちょっと狭いね。まあでもちょっと、お、誰の部屋にしますか。ここをだから姫の部屋にしまして、まあ一旦これでいいか。で、一応屋根をつけておきますか。屋根というか、あ、ここあれなんだ。ちょっと蓋できないようになってる。3段あれか、ベッドのスペース3段ある扱いだなこれ。もうなんかみんなで姫の寝室の前に来たよ。あ、寝ちゃった。椅子とかベッドあると寝ちゃうね。座っちゃうね。せっかく姫の部屋を作ったのに。
一番最初に寝るの俺かいっていうね。まあとりあえずコンパクトですが、これはこれで良しとしましょう。で、次はね、教会を作りたい。っていうかまあ、姫の部屋、このぐらいのコンパクトさで上に作るんであれば、やっぱ三賢者の部屋とかもね、上に作ってあげたい気はしますね。反対側、エルさんの部屋にしようか。で、アメルダさんとローンドさんの部屋も、四隅に作っていくみたいなのは、ありかもしんないね。で、ちょっと教会を、ここのスペースに、とりあえず設計図広げてみますかね。ああ、落ちちゃう。はい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 。そうだね。もう一マスか？あっちと揃えると、こんなもんですかね。で、これだけちょっと壊しといて。まあ、仮にちょっとエルさんの部屋にしてみるか。あ、なくなっちゃった。ちょっと素材不足だな。いや、一旦、設計図、ちょっとね、いろんな作業行ったり来たりしちゃってますが、設計図置きましょう。教会ね、この辺のスペースでいいかなと。あ、ちょっと狭いか、これじゃ。この辺に建てたいかな。あ、でもどうだ？廊下2マスあれば十分か。この辺か？とりあえず暫定的に。あ、で、教会があれか。寝室なのか。はい、っていうか、レンガ調理台。あ、教会ってあれ？料理も、料理もするスペースなの？そうですか、そうですか。あ、じゃあ下で使ってるね。レンガキッチンと調理場。あ、レンガキッチンと調理場じゃねえや。レンガキッチンと寝室くっつけたような施設が教会なんだね。なんか俺のイメージと違ったわ。なんか女神像バンバンって、おー、しまった。置くのかと思ってたけど、そんな感じじゃないんだね。そっか、そっか。そしたら、ちょっと床もっと大量に必要だわ。石材が足んない。鉄のインゴットも足りない。鉄のインゴットをとりあえず作れるだけ作りますか。石炭がなくなっちゃうね。鉄のインゴットがっつり作って、それから、石材が足りないな。石材が足りなくて結局ダメか。城の壁追加しましょう。はい、オッケー。城壁セットでね、量産するっていうのもありなんだけどね。確か 5×5 で、自分中心にね、土を変化させるから、まあ、ちょっとこれを作って増やすか。城壁セット作る。そしたら、城壁セット。ああ、ここにあった。城壁セット使って、ちょっとね、城壁、城の壁作りましょう。まあ、この辺。この辺にやるか。あ、でも 5×5 だから、
いいか、この辺の空き地で、自分の周りを、こうだね。5×5 だから多分こうで、まあこれちょっとあれだな。とりあえず今回は姫の寝室を作ったということでここまでにして、あ、そうだね、 OK、 姫の寝室を作ったということで今回はここまでにして、ちょっとね、動画外でこの作業をして城の壁増やしておいて、次回ねまた教会から作っていきましょうかね。オッケー、よし、じゃあよいしょよいしょ、まあ、ちょっと回収しまして戻りましょう。勝手口から入って、まあね、セーブしておきましょう。はい、ということで今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。